パチンコリポーター香取ぬたかののスクープ丸ごといただきですわよ。今回で、ね、なんと3回目、いや2回目、あ、北斗の拳匠の道、そして本日はこちらのアリストクラートテクノロジーズさんのですね、新規車発表会魚人の星4にやってまいりましたよ。今から今回はね、試打もできるということで大変楽しみにやってきましたカトリンです。そう、昔からね、あの巨人の星やってますので、ファンなので、今回はものすごく楽しみにやってまいりましたということで、早速ね会場の方に行きたいと思います。今回も頑張りますよ、フォトセッション。取締役吉松俊夫よりご挨拶をさせていただきたく存じます。吉松社長、どうぞよろしくお願いします。皆さん、この雨の中ですね、多数あのメディアの方参加いただきまして、大変ありがとうございます。本年度ですね、全般であのマッハ号でですね、皆さんにお目にかかったかと思いますが、本日は改めてですね、私のアリストクラートテクノロジーズのですね、メイン商品でございます巨人の星、この発表会にですね、満を持して私どもがこの機会を市場に提供するという状況を迎えることができました。俺は今猛烈に感動している。巨人の星4ではアリストクラートが誇る新機軸LRDストックシステムを搭載。決定的だ。衝撃と興奮はビッグボーナス中により強く燃え上がる。ビッグボーナスは振り打ちで平均220枚のメダルが獲得可能。いくぜ。ヒューマンカットインが発生すれば LRD ストックのチャンス到来。全ビールにバズカバンがない、見事揃えば LRD ストック確定。いくぜ。発見が赤ならハイチャンス。ダブルダイゾイで LRD 大量ストックの可能性が新たなる興奮を巻き起こす。バズカバンの揃ったライン数で LRD ストック数の期待度が変化。魔球を完成させるために激しいトレーニングを開始した。さあ、来週の巨人の星特訓モードをお楽しみ。もちろん出現すれば ARD ストック確定の次回予告演出も搭載。そしてビッグボーナス中、バントの宿命の対決が発生すれば ARD 大量ストックの可能性大。ボーナス終了時の画面にも ARD ストックの秘密が隠されている。その目じゃ、その燃える目が見たかったんじゃい。ボーナス終了後は特訓モード突入のチャンスゾーン、開眼チャンスに必ず突入。開眼チャンスチームはメダルを減らさず、ストレスを感じることなく遊戯が可能。ヒューは大リーグボール習得のヒントをつかむことができるのか。ここで ARD がストックされている ARD 突入ナビが発生。左リール枠内にロウソクの色と対応した図柄を狙い、リプレイチェリーリプレイ揃いで海岸達成。特訓モードに突入とな。確かに見えたぜ。また通常遊戯が998ゲームを超えると超開眼チャンスに突入。なんとボーナス当選まで特訓無限ループに突入。いや、ダメか。期待感と安心感を兼ね備えたチャンスゾーン、それが開眼チャンスだ。不死鳥と並んじゃ。乾燥型 LRT 特訓モード、 LRT ストックシステムにより特訓モードの高い連続性を実現。必ず大リーグボールを完成させてみせる。特
ックモードは1ゲームあたりおよそ1枚増加の乾燥型 ART。 ヒルマ頑張って。規定ゲーム数は1セット50ゲーム。まだ子役ナビ発生時はヒューマの投げるボールの色と同色のボーナス図柄、左にいる枠内に狙え。特訓モード中は大リーグボール習得でボーナス当選の期待度が変化。行くぜ。やったぞ星。行くぜ。大リーグボールの特訓は1号、2号、そして3号の順に習得のチャンスが来る。やったぞ。もちろん全て習得すればボーナス当選の期待度もアップ。よし。習得した大リーグボールは第5リールに表示される。そしてラスト5ゲームは宿命のライバルたちとの熱き勝負。習得した大リーグボールでヒューマが挑む。来たまえ勝負。ここでは対戦相手や試合が行われる球場によって期待度が変化する。この一球にかける大リーグボール3号だ。勝利でボーナス確定。負けた。たとえ対決で負けても再び開眼チャンス。巨人の星4では開眼チャンス、特訓モードの連鎖が生み出すポテンシャルは現行機種トップクラス。猛特訓モードも搭載。猛特訓中にボーナス当選すれば衝撃と興奮は限りなく続く。今こそわしも大復活する。たいリプレイ連続入賞で高確率ステージ、あの熱いゲーム性がよみがえる。巨人星4の通常ステージは3つ、さらにリプレイの連続入賞で移行する高確率ステージを搭載。高確率ステージへの移行は特定5役今日探知に、そしてリプレイ3連続入賞以上。さらにリプレイが連続すればするほど広角ゲーム数上乗せのハイチャンス。ヒューマ、またあの前兆の期待感も復活。液晶バイクリールで秋子や白ちゃぶ台が頻繁に発生すれば高確率ステージ、またはボーナス当選の可能性が。高確率ステージ以降で興奮も最高潮。高確率中にボーナス当選で ART 大量ストックの可能性が。新たに加わった前兆演出、高確率ステージの概念により通常遊戯のさらなる期待感を実現。